ここでは落ち着きませんね。人目につかない場所へ行きましょうか。一応紹介に夢中ってことになってるんだから、カインの討伐も頼むぞ。それトリッやっやこの調子で行こう。敵が何か落としたな。やっやっそれやっやっ効率を上げましょう。耐えた甲斐がありましたね。この先は怪異が多いからゆっくり話せるような場所はなさそう。この辺りならルカ、ニューヒムカ政府が、ええ、かなり前のことですが、フブキさんの婚約者だったアリス一条兄とフブキさんはアリスさんが怪異化した原因を調べ始めました。その過程でニューヒムカ政府の人格矯正や怪異化、あのアリス、ええ、花火の、うん、海抜群に入って二十歳で、ちょっだから私がスカウトされた時も、うわ、データベースか、花火そっくり。アリスさんは海抜群病院の前理事長の娘だったんだな。多分そうだと思う。ニューヒムカ政府が先導する計画だったなら、あ、ご存知だったと思います。それどころかスメラギ家は代々なら、兄さん、ユイと重ねが、重ね、待ってくれ、話をさせてくれ。断るわ、死んでもらう。どうして俺の命を狙うんだ、言うくらい教えてくれてもいいだろう。なんで
話をする気はないと言ったはずよ。集中が必要ですね。俺はそんなつもりはないんだが、まあもう頼むからじっとしててくんないかな、つぐみちゃん。やめろ。教えてくれ。父さんがニューヒムカが。そう。おい、子供が。何？ユイト様、子供。あ。ユイト様、はじめまして。
私とも初めまして。あーそうね、でも私はゆい、はあ、あ、ゆいと様、ふぶき様から伝言。こだまは俺たちの身、もちろん立場的にはこだま正体の隊長兼ふぶき連。なんだよ、わざわざこだまが来なくてもこっち渡るってば信頼されてないんじゃない。うるせえ。伝言だけじゃないしね。これは体罰軍病院で処方された。あ、あ、大丈夫なの？おじさんたちには申し訳。花火？それに他のみんなもだけど。そうで、理由は政府に。そういうこと。それじゃあ、これは、ねえユイト、スオウに戻る前にあそこなら。ちなみにこっちの管制システムの会話データ今思えば記録禁止って、吹雪連隊長が政府のことを。ああ。なんだかた、ええ、まず一条海抜軍病院休館では超能力に関する、おそらくその過程で脳の機能の研究が進み、はい、花火、あな、うん、花火、あり、話を進めますね。吹雪連隊長が火消しをしてくれているようですが、政府に。しかし国に追われた人間がい、ええ、最悪は。それからユイト、今のところは記憶が途切れた。おかしなことがあればすぐ僕らに共有してください。海抜軍病院で処方された、うん、ええ、申し訳ありま。そうだな、なあ、今回。そうか、僕は余計なことはしない方がいいと。もちろんユイトの家族ではありますが、吹雪連隊長の行動を邪魔。そう、兄さん、ナキをあんな風にしたのも。くそ、お、やっとお出ましか。待ちく、つぐみのことで話があるって言ってた。いや、そういうんじゃねえよ、ただ気になって。難しい、俺みたいにベラベラ喋らない分他人と仲良く。まあ俺は同期で付き合い長いし、あの子も気楽に接して、まして今は俺と離れて新しいお仲間と一緒だろ。そんなことするわけないだ。そうか、ま、真面目。なんか微妙に。あの子は俺と違って超いい子だから。ああ、なんかちょっといい、チャラチャラしてるようにだとすると。なあカゲロウ、ん、世間じゃカサネが暗殺したことになってて、だけど俺
どうしても納得できない。悪いけど俺からはまだ何頼む、かけろ。仮にカサネがやったんだとして、カサだから理由を聞いてお前はどうするんだ。それだったらその話は横に結局話をそらされたか。ところでユイト、単刀直入。え？照れんなって。幼馴染の花火か、クールな重ねか。いや、俺別にそ。おいおい、なんだよ。照れかく。そういうかけろはどう。バカ野郎。俺とあの子は心が通じ合ったベストフレ。要するに親友ってことか。はあ、お前本当に僕年次。別に。よし、決めたぜ。いや、別。俺様の指導は厳しいぞ。いらない。さっきは意外としっかりしてる。最初に会った時からよくわからない子だったな。子供、面と向かって会話しててもなんとなく。でも理由、カサネに何も教える気がないなら。ユイト、すみませんでした。体調を差し置いて出しゃばりすぎました。いや、ルカはいつも冷静だし助かってるよ。これからも思ったことは言ってくれ。わかりました。まあ、今のは体調命令ですか。うん、そうだね。ゲンマ、時間が空いてるならちょっと一緒に待ち。この間言っただろ、流行りを。ああ大丈夫だよ。そうだと。ゲンマ、少し時間をくれ。頭を整理する。ゲンマに若者の流行を教えようと思ってあちこち連れ歩いたけど、これで一通り最新の流行スポットは。最後のあれは何だったんだ。部屋の中で巨大な猫の群れにもみくちゃにされたが。ああ、 VR 猫カフェだな。あれが癒し。今の若者は、その前は狭い部屋に閉じ込められて。ああ、密室脱出ゲームか。ってことは。いや、俺こそ文句。今の娯楽がここまで変わっているとは思わなくてな。そうか、そうするか。ここなら食べ物の種類は。そこまで食事に。餃子か。あ、流行の最新。いや、無理しなくても大丈夫だ。俺もここ。
大変お待たせしました。こちらが当店お好みで10種類のソースにつけてお召し。なんだこれこの店オリジナルの餃子みたいだな。色だけじゃなく餃子の形も、これが今の時代の餃子なのか。これをか。気に入ってくれてよかった。そうだな。これをうまく感じるってことは、この餃子きっとその美味しいって。なるほど、確かに一理あるな。そう、そういうこと。今日もば。そうだな。俺も新しいものに触れるたび、時代が変わろうと本質が。もう食べ終わったのか。ああ、こいつは俺の。それじゃ。それは構わないが、あの猫カフェとやらは勘弁。一部刺激が強すぎたみたいだけど。当たり前の話だが、そりゃゲン。俺にもそんな時代が、今しかない時間を。なるほど、お前という人間が少し。分かった気がするぞ。俺も現場のこと少し分かってきたかも。国が人間を怪異化してたなんて。その上父さんも兄さんも。政府の被害者で、カレンはその政府を倒そうとしているわけか。どうしたんだゲーマー。いや、すまん、考えを整理していた。俺はどうするか、どうすべきなのかを。ルカ、ちょっと聞いていいかな。はい、何でも僕にお答えで。え、カレン元連隊長の。これからも一緒に戦うな。はあ。あれ。いえ、いつも聞かれるのは兄。そっか。ええ、兄はよく回っ。だからつい。別に謝ることじゃない。俺の兄貴もカレン元連隊長。それに比べると俺は。カイト本部長ですか。出来のいい兄貴がいると苦労するよなと。ルカの力はカレン元連隊長に。軍や世間がどう評価しようと。ん、そういえば僕に。ああ、そうだ。なんだか古風なお見合いみたい。こう見えて体を鍛えるのが大好きでして。へえ、あんまりそんな感じ。今そ。え、正直に言ってく。そんなものなくても。気をつけるよ。まあそう思われる理由はよ。でも続けることで。
そうか。努力というか鍛えること自体が、ユイトも少し鍛えてみたらどうで、僕がみっちりメニューを組んで鍛え、え、鍛えたい箇所があれば言ってくださいね。メロン？はい、